家族は辛いよは2016年から2018年に公開された日本の喜劇映画のシリーズ全3作監督は山田洋次シリーズ1作目となる家族は辛いよが2016年3月12日に公開された山田洋次監督の85本目の映画である2作目となる家族は辛いよにが2017年5月27日に3作目と なる、妻よ、バラのように家族は辛いよ、3が2018年5月25日に公開された。シリーズ1作目となる、家族は辛いよは、山田洋次監督にとって、男は辛いよとラジオをくれないの花以来21年ぶりの喜劇映画。タイトルも、男は辛いよから来ている。熟年離婚がテーマとなっており、2013年の、 東京家族と同じ家族のキャストで描いている。丸山歩夢み小林年次、吹雪純も東京家族と同じ役で出演している。劇中では、東京家族や、男は辛いよのポスターが貼ってあったり、男は辛いよの主題歌が歌われ、DVD が並んでいたりする場面がある。2016年、2作目の制作が発表され、無縁社会がテーマとして描かれる。 2017年5月27日に、家族は辛いよにのタイトルで公開された。2017年、3作目の制作が発表され、主婦への参加をテーマとして描かれる。2018年5月25日に、妻よ、バラのように家族は辛いよ、ーと題して公開された。題名は、女性の生き方を描いてきた、ナルセ・ミキオ監督の1935年の作品、妻よ、 バラのように絵のオマージュとなっている。また、2017年には、俳優の高麗の初監督により、朝半家族のタイトルで、中国映画としてリメイクされた。高麗は主演も務めた。熟年夫婦の離婚騒動をめぐって家族は、辛いという題材を舞台に話が展開していく。夫が誕生日を、もうすぐ迎えようとする妻に何か欲しいものはないかと、尋ねるが、その答えは、なんと、 離婚届だった一方、長女夫婦は大蔵が骨董趣味で購入したお皿のことでしげこと揉めていたが、長男夫婦から両親の離婚問題を聞いて、次男を交え、長男の息子二人抜きの大人だけによる家族会議を開くことになったが、事情を知らない翔太が恋人ののり子を親兄弟に紹介しに実家に来たものだから、なり行きで、のり子も、 家族会議に参加することになったが、修造が途中で卒倒して離婚どころか会議できる状態で亡くなった。離婚騒動から数年、修造はマイカーでの外出を楽しみの一つとしていたが、車には新たな傷が絶えず、家族はいつか大事故を起こすのではないかと心配する。運転免許を返上するよう説得を試みるが、失敗、修造は 家族の古速なやり方に激怒し、死ぬまで運転を続けると、ますます異向時になってしまう。不穏な空気に包まれる平たであったが、そんな中、恐れていた事態が起きてしまう。修造は、行きつけの飲み屋の女将かよと、お忍びのデートドライブ中にダンプカーに追突事故を起こしてしまう。これを知った孔之助はついに家族会議を召集の決定。一方、 修造はドライブ中に偶然、旧友のマルタと出会う。かつて呉服屋の息子で、女子生徒からもモテていた、マルタであったが、70歳を超えた今、彼は工事現場で棒振りをしながら生活費を稼ぎ、ボロボロのアパートで孤独に暮らしていた。マルタを哀れに思った修造は旧友を集め、マルタを励ます会を開く。久しぶりにうまい酒を飲み、上機嫌に酔っ払ったマルタは、 修造に連れられて、平竹に泊まることになったのだが、朝目が覚めると大変な事態になっていた。マルタとの再会を経て修造は、自分が幸せであったことに気づいていく。ある日の昼下がり、踏み絵が火事の合間に眠りをしている間に、泥棒が入り、踏み絵が冷蔵庫内に隠していたへそくりが盗まれる。俺の稼いだ金でへそくりをしていたのか。と。 夫からの心ない言葉に踏み絵は溜まっていた不満を爆発させ家を飛び出す。主婦がいなくなった平竹は大混乱に陥り体調の優れない富子に代わって修造が不慣れな家事に挑戦するものの長続きしない。一同は踏み絵の存在のありがたみを実感するが踏み絵が帰ってくる兆しは一向になく平竹崩壊の危機に家族会議を緊急招集する。 劇団シンパにより舞台化され、シンパ130年初春シンパ公演として2018年1月2日から1月25日まで、東京、三越劇場にて初演。演出は、山田洋次、平成を舞台とした初のシンパ作品となる。9月シンパ公演の第二幕として2019年9月7日から9月16日まで、大阪、大阪小畜座にて、 9月20日から9月23日まで、名古屋、みその座にて上演された。大阪の家族は辛いよと題して、小竹新喜劇により、舞台化され、小竹新喜劇金襲特別公演の第2部として、2019年11月13日から11月24日まで、大阪小竹座にて上演された。舞台を大阪に移し、熟年離婚を題材に、 谷町六丁目に暮らす三世帯の家族の姿を描く。家族は辛い鬼に,に関するカテゴリー。妻よ、バラのように家族は辛いよ3に関するカテゴリー。ありがとうございます。